皆さんこんにちは。イービルメタルチャンネルへようこそ。今回の動画はブルーマーダーの活動を経てサイクスキへと突入し、ギタリストとしてだけでなくコンポーザーとしての道を切り開くジョン・サイクスを紹介解説していきます。動画の最後では彼の現在についても話していますので、ぜひ最後までご覧いただけると幸いです。このチャンネルではハードロック、ヘビメタルのバンド、人物、アルバムなどを紹介しています。ロックとメタルが好きな方は、ぜひ、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、メタルの歴史を振り返っていきましょう。1995年、ジョン・サイクスは、バンド名をブルーマーダーから、ソロ名義、サイクスへと変え、サードアルバム、アート・オブ・マイ・トゥリーをリリース。リズム隊は、ブルー・マーダー時代と同じく、ベースのマルコ・メンドーサと、ドラムのトミー・オースティンといったトリオ編成。本作のテーマは、ブリティッシュということで、これまで、サイクス自身が影響を受けたブリティッシュロックバンドたちへの、トリビュート的な内容の作品になっています。ホワイト・スネーク風のトラック1、スウィート風のトラック2、ジミヘン風のトラック4、ビートルズ風のトラック5、ディープパープル風のトラック6、などといったナンバーが並んでおり、どの曲もサイクスの個性が融合されていて、非常に完成度の高い作品となっています。ロックの基本、自分のルーツに乖離制作されたアート・オブ・マイ・トゥリー、十分良質なアルバムと言えるでしょう。オープニング曲のソウル・スティーラーなんて、文句なしにかっこいいです。1997年、揮発アルバムに収録されなかった曲を中心に、バラードだけを集めた編集版、ラブランドをリリースします。今までのアルバムに収まらなかったバラードアルバムということで、敬遠される方が多いかもしれませんが、サイクスの魅力がアルバム全編にわたって溢れており、泣きのギター、切ないメロディラインといった、ジョン・サイクスの神髄が堪能できます。随所で、彼独特のギターが炸裂しており、アルバム全体としてのクオリティは高いです。ギターヒーローというだけに止まらず、シンガーとしての才能、そしてコンポーザーとしての優秀さがよくわかります。愛の国というタイトルの通り、温かな情感を称える楽曲が並んでおり、良質なメロディックバラード集となっています。個人的に本作に収録されている楽曲たちのような切ないバラードソングが彼の魅力を最大限に引き出してくれるように感じます。切ないメロディライン、甘い歌声、泣きのメロディーは彼の得意分野でもありますしね。また、この頃からギタリストとしてではなく、ソングライターとしてのキャリアを意識し始めたように思います。1997年、前作とは対をなす、明るく弾けたアルバム、20th Century をリリース。ドラマー不在で制作が開始された本作は、ドラムが4人も参加しており、サイモン・フィリップスが6曲、ボニー・ボナパートが2曲、トミー・オースティンとトミー・アルドリッチが、それぞれ1曲叩いています。サイモン・フィリップスのプレイが聴けるのは嬉しいポイントですよね。10曲目のタッチドバイイーブルは、ジョン・サイクス、マルコ・メンドーサ、サイモン・フィリップスの3人のプレイで、ブルーマーダー時代を思わせる重厚なハードロックで鳥肌もんです。多くのファンが求めてるのは、こういう曲なんだよな。次回作は、もしかしたらブルーマーダー時代のような作品がリリースされるのかも、と胸を膨らませたファンも多いはずです。しかし、次回作は、硬派ハードロックサウンドとは真逆の方向性へと向かってしまいます。2000年、当時41歳のサイクスは、デジタルビートを大胆に取り入れたアルバム、ニュークリアカウボーイをリリースします。まあ、このアルバムは、賛否が分かれる問題作で、当時人気を博していたリンプビズキットやヒップホップの影響を受けた、と、サイクス自身がインタビューで答えており、影響を受けたアーティストを完全に間違えてるよ、と言いたくなりますよね。そんな本作では、
ループやプログラミングなどのテクノロジーを導入した実験的なサウンドになっており、従来のファンからすると、何なんだ、このニューメタルかぶれなサウンドは、迷走しすぎだろう、と思うかもしれませんが、個人的には、サイクスの片鱗を感じられる傑作に仕上がっているんですよね。デジタルサウンドに、サイクスのギターが鳴り響き、6曲目のトーキングバウトラブ、7曲目のワンウェイシステムなんて、ほんとかっこいいですし、機械的なサウンドではありますが、今までの作品に入っていてもおかしくないです。とはいえ、サイクスに、このような方向性を求めてない感は否めないですし、サイクスの性格上、俺が今作りたい音楽を作る、というスタイルなので、ファンは受け入れるしかないですよね。ほんとサイクスは、ゲイリー・ムーアを敬愛しているが、故に同じ道をたどりますよね。余談ですが、2000年といえば、リンキンパークのハイブリッドセオリーが発売された年で、この新たなメタルブームの到来、ラウドやニューメタルの波を、サイクスは吸収していたに違いないと思います。そう考えると、41歳にして、このエネルギッシュな姿勢と、ただ時代に飲まれるだけではなく、自分の色とアレンジを出しながら作品を作り出すサイクスはさすがだなと思いますし、さらにボーカルまで務めてしまうのですから、彼は本当に幅広い才能の持ち主だなと改めて感じさせられます。そして、2004年、ホワイトスネークの曲を音源として収録されたライブアルバム、バッドボーイライブをリリース。ジョン・サイクスが在籍していたシンリジー、ホワイトスネーク、そして、ブルーマーダー期の名曲を詰め込んだような作品で、非常に聴き応えのある一枚となっています。ジョン・サイクスって、どんなギタリスト、アーティストなの?と聞かれたら、この作品を聴かせれば、まず問題ないでしょう。そして、このアルバムに収録されている曲を見ればわかるのですが、サイクスが作り上げた名盤、サーペンス・アレバスを引っ提げたワールドツアーに出られなかった怒りと憎しみがひしひしと伝わってくるんですよね。バッドボーイズ、クライ・イン・ザ・レイン、インディスラブ、スティル・オブ・ザ・ナイトといったサーペンス・アレバスを代表する楽曲たちが並んでいる通り、ほんと悔しい気持ちでいっぱいだったと思います。ワールドツアーに参加できなかったことだけではなく、ミュージックビデオにすら映っていないことから、まるで自分は、サーペンス・アレバスには一切関与していない、という、アーティストとしては、本当に、やるせない気持ちですよね。印税は、もちろん、相当もらっているはずですが、ジョン・サイクスは、昔ながらのロックアーティスト志向なギタリストですから、お金や名声よりも、自身が作り上げたアルバム、サーペンス・アレバスのワールドツアーに参加し、多くのファンの前で、ギターをプレイし、自身が作り上げた曲を披露したかったはずです。ですが、皮肉なことに、今、現在20数年間も活動をしなくても生活をできているのは、サーペンス・アレバスの印税のおかげと言っても過言ではないですよね。そこで、一番気になるのが、サイクスは、今何をしているのか、音楽活動は復帰するのか、ファンとしては、やはり気になりますよね。2000年のニュークリアカウボーイからアルバムはリリースされていなかったのですが、2014年に自身のホームページにて新曲のサンプル音源をリリースし、その時、すでにアルバムは完成されていました。そして、2017年、17年ぶりのソロアルバム、SYOPS をリリースする予定だったのですが、サイクスを担当していたマネージャーが他界し、本当に信頼することができる人物を失ったため、ディスクを棚上げにした、とサイクスは話しています。それから、もう6年が経っているため、おそらくリリースは絶望的ですよね。正直、アルバムが完成されていて、リリース予定だったのなら、リリースしてくれてもいいのになぁと思うのが、率直な感想です。また、ブルーマーダーの元メンバー、カーマイン・オピスは、ジョン・サイクスは、もう音楽をやらないと思う、と話しており、ドニー・フランクリン曰く、サイクスは、今の音楽のビジネスが好きではない、と話していたそうです。そうなると、ソロ活動もブルーマーダー復活も絶望的かもしれませんが、
ブルーマーダーの元メンバーは復活させようと意思があるみたいなので、ブルーマーダーの復活はこの二人に託されますね。もう一度、ブルーマーダーとしてのジョン・サイクスを見たいというのがファンとしての願いではありますが、彼ももう63歳です。年齢を考えると厳しいのが現状ですよね。さて、これまで第4章に分けて、ジョン・サイクスの生い立ちから現在までを振り返ってみましたが、いかがでしたでしょうか。本当に、彼は、才能と容姿には恵まれているのに、うんと人徳がないというか、いろいろともったいないなぁと思ってしまいますよね。ブルーマーダーの復活はおそらくないと思うのですが、ソロとして、あと1枚か2枚、もしくはデイビッド・カバデールと共作をし、ギターヒーローとして再び返り咲いてほしいのが本音です。それでは、皆さん、ジョン・サイクスのこれからの活動を信じて、次回の動画でお会いしましょう。